皆さんこんにちは、武田塾の武田です。ヤミです。今回テーマは全国の受験生に次ぐ君たちが持ってる参考書は完璧になっているのかを問う。参考書完璧になってるのか、はい、これ大事ですね。今ねこの動画を見てる人、自分が持ってる参考書、問題集、テキスト、教科書、何でもいい、その中でこの一冊だったら全問正解できるよっていうのをあげてくれ。結論があります。ほとんどないです。これを見て動画の9割の受験生ないと思います。これをねよく僕受験相談で聞くんですよ。授業をたくさん受けてるんですけど成績伸びないです、勉強たくさんしてるんですけど伸びないですと、いう人に、じゃあ今持ってるテキストで問題集参考書で完璧になった一冊はあると聞くと、大体ないですと。それは成績伸びないですよね。例えばね、まあ、みんな単語帳とかも、はい、まあ、要は高1から持ったりするわけじゃないですか。ターゲット1900とかね、資産とか、それが2年生3年生になっても完璧になってないって、これどういうことなんですかと。それがね完璧になってなかったら成績伸びるわけないですよと。たまにね、ただしっかり自分はやってますと、1週2週やりました、じゃあ何パーセントできるって聞くと、僕は9割できます、完璧8割はできますね。お、優秀じゃないですか。そう、中には100%できますっているんですよ。お、すごい嬉しいですね、はい、なので僕はそんな時実際テストをします。その場で疑ってるってことですか。いや疑いますよ、そりゃ。信頼しましょうよ生徒。生徒信頼するじゃないですか。どっちでもいいんですよ、疑ってもしててもね、うん、でテストするわけですよ、はい、じゃあ何パーセントぐらい下がると思いますか。何パーできるって言ってんすかその子は。じゃあ 100% しましょうか。完璧です、自分は。完璧です、はい、80% でもいいです、 90% でもいいですよ。何パー下がるかですね、はい、大体平均で何パーセント下がるか。生徒をねやっぱ信じてあげたい、はい、信頼してあげたいなと思うんで、はい、逆に 5% 上がるんじゃないかな。95% とか、ね、85% とか、はい、正解ですね、はい、20% から 30% 下がります。下がっちゃうんすか。4分の1が下がりますね。だから 25% とかね、平均すると。これもう僕本当もう何年だろう、10年ぐらい本当たくさんもう1000名以上の生徒さんとかね相談乗ってますけども、10年間1000名以上の生徒を疑い続けて、いや違うあ嘘ついたみたいな嘘発見器に使ってるわけじゃないですよ。そうじゃなくて、はい、いやそれ実際できる子もいるんですよ中にはね、うん、たまです。たまただ確率で言うと20人に1人いません、はい、5% もいません。自分の申告通りにできる子ね、昨日もね某千葉のね、校舎に行って、はい、僕は単語テストしたわけですよ、受験相談ね、はい、その時も疑ってたんですか。疑ってるっていうか、いや実際どうなんだって知ってほしいですよ。ああ、そうですね、成績伸びてる子がいいですよ。伸びてる子は別に単語テストもしないですし、うんうん、自分できてるならと思ってるんですよ、うんうん、伸びてない子ね、伸びてなくて原因がある。 80% 90% できるって言うんで、じゃあやってみようと。やらせたら 80% って言ってた子、なんと 46% だったから。ちょうど昨日の話、昨日の話ですこれはね。リアルな話、リアルな話ですこれね。これが非常に多い。参考書自分では何回も、ね、2、3週もして完璧になってると思ってても、実は完璧になってないと。だから成績伸びてないんだっていう人が多いってことを僕はちょっと注意喚起したいですね。自分の参考書がどれだけ身についてるかっていうのを確認する方法はただ一つ、確認テストを受けること。これしかないんですよ、うんうん、だって分かんないわけじゃないです自分でね。自己認識で9割覚えてる、じゃあ実際やってみたら違うわけじゃないですか、うん、これを無料でやる方法があります。自分の家の近くの武田塾に無料体験が受けられるんですね、どこの校舎も。無料体験で例えば英単語だったり、あとは自分の持ってる、ね、ヴィンテージでもいいですし、あとまあ基礎問題成功とかねでもいいので、それでテストをしてどんだけできるかっていうのね、武田塾なんと体験で受けられます。最初っすね、はい、一発目。一発目だけね、特別だよ。こんなことやってる予備校ないからね、塾もないから。そう、特別でテストします。でそれでしっかりできてることが自分がどんな参考書身についてるかって分かるんで、できてるかどうかっていうのを判断してください。でそっから先生がやり方を教えてくれて、低かったとしても1週間後またテストを受けてできるようになっていくみたいな、はい、そういうことです。もう別に竹内塾入らなくてもいいです、無料でできるんでね。それ受けてもうあとは自分でどんだけね参考書が 60% しかできなかった、どうやったら 100% になるのかっていうのをしっかりその後ね教わった方法でちゃんと繰り返していってくれればいいです。もうそれぐらいね、竹内塾は受験生のためにできることをしたいんです。だからこんなにたくさん世の中校舎があるんですよ、400校もねあって、竹田塾は地域の人に、ね、愛されてるわけなんで、本当に今ね自分の参考書完璧になってるかどうかっていう測る方法は確認テストやるしかないんで、残念ながら。これちょっと僕思うのは、みんなが過信しちゃうわけじゃないですか、自己評価高いわけじゃないですか。高いです。その原因は学校の英単語小テストだと思うんですよ。学校の英単語小テスト、ヤミ先生も高校時代ありましたよね。ありましたね。であれ範囲めっちゃ狭いじゃないですか。いや確かに20個ぐらいしかない。それもだからテスト前日とかにバー覚えて、はい、で一応それはみんな大体クリアするわけじゃないですか、うんうん、よっぽどサボんなければ。小テストが例えば8割ぐらいやったとして、毎回8割ぐらい取ってる、うん、じゃあ自分は単語帳8割いけんだって思ってるわけじゃないですか、うん、受験はそんな範囲狭くないから。そうなんです、全部出るから1冊からしっかりまとまってね、はい、別にもしくは1から1200でもいいですよ、うん、やってどんだけできんのっていうのが模試の結果なわけじゃないですか。そうそう、だから学校の言うたらあれですけど、しょうもない小テストと一緒にしないでくれという思いはありますね、うん、はい、あとねよく考えてほしいんですけど、はい、例えばね青ちゃんを持ってる友達がいて、青ちゃんのどの範囲の問題出されても全問正解できたら、それってめちゃめちゃ数学できるでしょ。クラス1ですよ余裕で。だけどじゃあ青ちゃんと持ってます、来たと思ってますで聞くと、いや8割できます、9割できます、いやじゃあなんでお前の成績が低いんだと。実際やっぱテストしてみる。竹田塾がチャートあんま進めてないんで、じゃあ基礎問でいいですよ、基礎問でテストします。青ちゃんやったやつが基礎問できなくてなんで成績上がるんだって話なんですよ。基礎問のね前半の問題受けに来いお前は。そしたら自分の成績が分かるから、自分がどんだけ覚えてるか分かるから。みんなねだから復習とかがやっぱ適当なんですよ、うん、間違えた問題もほったらかし、赤ペンで写してできたつもりになってる、復習もちゃんとできてない。その辺をちゃんと見直していかないと成績は絶対伸びないんで、うん、まず参考書1冊完璧にすること
から、そしてまずは自分はできてないって知るっていう意味で、うん、テストを受けるところから始めてほしいなと思いますね、うん、なのでみんな単語帳 80% 覚えたと思っても実際 50%60% しか覚えてないんでね、それをしっかり胸に刻んで次自分が何すべきか勉強を考えてみてください。武田塾で確認です。受けに待ってるんで、みんなもちゃんとね受けに来ること。それでは今回は以上です。武田塾の公式 LINE から受験相談がより気軽にできるようになりました。最寄りの校舎にチャットで質問もできます。武田塾の公式 LINE は概要欄のリンクから。